さ、今日はベランダでアートを描いていこう。描いていこう。真っ白なキャンバスが2つ。大地と小春が自由に絵を描いていきます。誰のものまねする？パパです。なんかイメージ湧いてます？うん。湧いてんの？うん。さすが。大地は？湧いてる。湧いてる？ねえねえ、こっちの方がいい。いいよ。あー、ちょっと待って。はい、こっちもらっといてあげて、こっちの方。どっちが小春キャンバス？こっちが小春キャンバス。こっち大地。奥奥。あー、こっちだ。小春。おい。お、逆さに落ちた。おお、いいね。どんどん行こう、どんどん。え、これどうやん。もうその上から塗ってもいけんじゃん。いちいち洗わんでも。もう今日めっちゃ天気いいからさ、すぐ乾くんちゃう。これはいつ完成するのでしょうか。キャンバスでかすぎ。それ何？なんかさ、シャボン玉みたいにならんかなと思って。ああ、これ。うん、わあ。ごめんごめん。なんか泡みたいにならんかなと思って。そんななまってたっけ？ならんかな思ってって。なんかさ、面白くできんかな。ママどうや。あ、もうそれいいよ。そのままでいいよ。あれ、できひんな。もう好きに変えていったらいいやん。なんかもう直に行ったらどう？指か。ねえ、鏡。鏡あれ。もう一つの鏡。なんじゃそれ。猫ちゃん。猫ちゃんってやっぱ音渡しみたいになってるで。歌舞伎やん、それ。いかつ。いいな、これ。気に入ってるし。大地はアンパンマン。うわぁ、なんかこのバケツが、めっちゃでっかいプリンに見えてきた。え？色が。うん、そうやな。下の方にさ、キャラメル。さっき小春がこぼしちゃったとこは、なんか火の玉みたいちゃう。うん。小春が、ちょっと、それ終わったんかしてね。終わったんかしてよ。タイチも顔に塗んの？うん。タイチ不満取ってよ、いちいち。おぉ猫っぽい。そう。猫っぽくなってきた。タイチは何になる？カバ？うん。タイチだから不満取ってって、いちいち。小春が書いてるのに。自分とかだったら踏んでいいけど。何よ何よ何よ。ここ何？二の腕は何？ここ何？何よ。ここ何？なんかちょっかいかけてくる息子が。こっち来たら熱い。ここ何ってば。それ持ってきてあげようか。ここ何って脇やん。ちょっと熱いと汗かいた。違う、筋肉あんの？多少はあれやろか。はい、ここ。めっちゃ可愛い。何それ？お。なりそうやろ。うわわ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 わ。なんじゃその絵は。なんかさ、去年さ、ゴールアジサイ。大丈夫。飲んだ。大丈夫。え、太一のどこ行ったん？うん。おまなの。うわ、ほんまや。最近食べたらもう病気なんです。口の中緑の泡になる。大丈夫大丈夫、緑になるだけ。あーして。なってない。何これ何これ。あゆゆゆゆ。これいいやん。これ小型グッズにしようぜ。それなんや。かわいい。星にしてる。小春の描いた象さん。ほら。いいよ、いいよ。ママとパパ。あ、ママとパパ、ありがとう。なんて素敵な。
なこと言うのは自分。いいじゃないそれ。で、サイズも変えてみる？ねえ、ママ何色が好き？何やろ。白以外な。白以外？白やったよ、白に。赤。あ、紫かな。タイトも書く？あ、タイトも書く。紫ないかどうしよう。ない？あ、みやん。左から3番目、上の、上の、上の左。これ？それちゃう？それで。ほら、これ。これ？これ。これ？これ？次、白を描きたい。白。白描いていいよ。あと、こうさ、早く。あ、水ちょっとだけつけて。待ってく。恐ろしい掛け順やな。ほんまに。逆によう掛けるわ、それってパー。パーってどうやって書くか覚えてる？こうじゃん。え、そうやったっけ？こうじゃない。じゃあ、どこに書くの？おい！じゃあ、おい！どこで練習すんねん。もう一個紙あるから。どこで練習する？ちょっともういいよ。いやいや。かわいい。できた。じゃあ次は。大丈夫大丈夫。あ。おメロンソーダ。うわ。大地どう描いてみる。どう描きやぞ。影がすごくなってる、大地。これはピンクの影になってる。すごい、見てよ、これ。赤赤と白。すごい。混ぜてみたらどうなるの？お前、めっちゃ真っ赤。なんかコーラやから？わからん。コーラだよ。コーラ。なんか目みたい。なんか真ん中になんか。すごい綺麗。混ぜたい。混ぜたい、こう。さ、そろそろ終わりますよ。ちょっと待って、今からつけるね。古いオートバイはございません。古い三輪車ならあるけど。こんな感じになってます。上手よね、小春。大地は？大地はもう何してるか分からへん。もう自分の体へとキャンバスを落としたわ。いいよ。お、いきますか。あ、大丈夫大丈夫。はい。どこにあるんや。パパ押して。あ、ママが言った。オッケー。え、オッケー？いや、オッケーじゃう。ほら。イエーイ。あれ？ちょっと待って。納得いかんかったみたいな。何か描けちゃう。何描いたの？いえ。ああゼーカーが。ゼーカーが。でも何から押さえといて。いやでも、めちゃくちゃ天気いいから、ここ一瞬で乾いたと思うで。もうこれだって乾いた。あ、タイツ取ってくれくれた。お、Thank you。 ありがとう。ここに置いといて。あセーフ、セーフ。じゃあ、こぼれてるから。はい、どうやってんの？ OK。 はい、ちょっとこぼれたけど、まあまあ、ありがとうね。まあまあ、ありがとう。はい、まあ、次何色作ろうかな。なんだ、あち。こんな感じで、お休みの日を過ごしてみました。そろそろ片付けるよ。そんな片付けられへんな、楽しすぎて。